では、タイトルコール、ワンボイスでいきましょうか。はい。Welcome to インプロで遊ぼうで。はい。笑ってしまってるやん。ルーカーン。トゥーインプロで遊ぼう。イエーイ。Welcome to インプロで遊ぼうです。イエーイ。もう一度いきます。Who we are ということで、ヒーアンとマルガリータとクロでやらせていただきます。お願いします。お願いします。はい、クロさんはどんな人？はい、和菓子屋を岡崎市、愛知県の岡崎市で経営しておりながら、表の顔は和菓子屋で、裏の顔は研修講師です、プレゼントかコミュニケーション、あとイベントの MC もやってるマイクを握る和菓子屋さんです。イエーイ。マイクを握る和菓子屋さん。イエーイ。そしてはい、大阪で、高校教員をやっておりますヒーアンです。社会科の教員で、2人の娘を持つ父でございます。今もなんですけれども、子どもの泣き声がたくさん聞こえてくると思いますが、どうぞよろしくお願いします。イエーイ。ウェルカム、ウェルカム。 Thank you。 はい、いくつといくつですか？4歳と1歳。あ、そう、4歳と1歳、4歳半と1歳半かな。はい。ウェルカム、ウェルカム。なかなか泣き声なんですね。うん。そして私、マルガリタです。はい。なんだかようやく、もう今までは、出張まみれの生活をしてたんですけど、今年に入って4月から、電車に乗ることも飛行機に乗ることも、はい、ほぼなかったけれども、最近なんだか電車に乗る機会が増えてきてしまって、はい、飛び回る研修講師、まあ、学びの場のデザイナーと言っています。もしくは、教育界のエデュテーナーっていうので、昨日もたまたま、研修先で、こうやって名乗ってるって知らないんです、知らない方が、ハワイ大学の名誉教授をしている吉川宗男先生という、もう大尊敬している先生に、君はエデュテーナーだねって言ってもらえて、わー嬉しいと思ってる、マルガリータです。よろしくお願いします。イエーイ。では早速、前回のも続きから、私たちまだウォームアップもしてないんですけれども、はい、行きたいと思いますが、もうオブジェクティブは飛ばしちゃいますね。はい、はい、こんなことやりますよということで、授業に困ってる、研修に困ってる皆さんに何かお届けできたらということで、私たち集まりました。